パンナコッタのパンナはイタリア語で生クリーム。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日はパンナコッタを作ります。材料です。牛乳、生クリーム、バニラエッセンスにお砂糖、ゼラチン。パンナコッタの材料はこれだけです。こちらはおまけ。リンゴと柿をカソナードで煮てあります。香り付けにオレンジの皮、それとちょっと酸味が欲しいのでレモンを一緒に煮ました。材料はこれだけです。始めましょう。今日の一番の仕事はこのカップでした。どういう風になっているかと言いますと、カップが斜めに固定されています。どうやって斜めにしたかをご案内いたします。アルミホイルの芯です。こっち側は中に入れましたが、こっちはちょっと安定がいいように切ったところをそのままピロピロ広げています。ギュッ、真ん中に置きます。そしてこうですね、でカップを置いていきます。カップがちょうどいい感じで斜めになるように、ずれないように真ん中にもタオル、カップを置きます。はい、準備ができました。それではパンナコッタを作りましょう。お鍋に牛乳です。生クリーム、グラニュー糖です。火にかけます。温まってきましたのでゼラチンを入れます。火を止めます。日本のゼラチンは優秀ですね。温かいものに入れるときにはふやかさないでダイレクトに入れてしまって大丈夫です。ああ、大丈夫じゃないのもあるかもしれませんので説明書をよくご覧になってください。はい、綺麗に溶けました。そうしましたら、粗熱を取るために冷やします。それではしばらく冷やしていきましょう。バニラエッセンスを入れ忘れました。どうぞ皆さんは途中で入れてください。コップの角度を確認して滑らないように注いでいきます。パンナコッタのパンナはイタリア語で生クリーム。コッタは煮るという意味です。イタリア・ピエモンテ地方に1900年代の初頭から伝わる冷たいデザートです。日本に上陸したのは1990年代に入ってからのことです。
ずいぶんブームになりました。日本ではココット型に入れて冷やし固めることが多いようですが、今日は少しおしゃれにカップを斜めにして作ってみます。それでは冷蔵庫で2時間から3時間冷やします。2時間が経過しました。固まっています。香り付けにフルーツの方にコアントロを入れます。コアントロは柑橘系のお酒なので、今日はオレンジの皮とレモンを入れてますので、ちょうどいいかと思います。急にいい香りです。それではフルーツを入れてみましょう。ポロポロポロ。こんな感じですね。今入れたソースの方もゼラチンで固めていただくこともできます。私はあえてそのまま、ちょっと美しいようにレモンを入れてみようかな。外から見た時綺麗なようにレモンを入れてみました。ミントです。今日のフルーツは柿とリンゴ。いちごのシーズンにいちごを入れていただいたら可愛いかもしれませんね。コーヒーです。こちらは紅茶です。あ、紅茶も綺麗ですね。とっても簡単にできるパンナコッタです。斜めに入れないでまっすぐ入れていただくと普通にこんな感じになります。これは私のお楽しみ。いただいてみましょう。滑らかなパンナコッタとフルーツの歯触り、とっても美味しいです。どうぞ皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。